はい、バンブーでーす。今日は信長の野望大使をやっていきたいと思います。よし、信玄もあとは叩いて落とせ。で、今度こっちだ、信長だな。よし、八方は落ちた。八方落としたから次は八王子は、こっちの五詰めの部隊が落とすから川越城行くか。よし、信玄行け。ニラ山城落とせるぞ。これで雷連隊でニラ山落としの、あ、でもここめっちゃでかくね。あ、ん、どうなってんのこれ。にしてもよう兵隊出てくるな、ここな。にしてもやっぱ全然まだ力あるね、北条家は。あ、指揮なさらずとも勝ちは揺るぎません。じゃあしません、指揮は。あ、なんかすごいちっこい部隊来てたのか。逆にここが4万8000来てて、どこで当たるんだ、ここか。あー、でも結局2万しか出ないんで、うち3万で当たるんでって感じか。そしたらニラ山は叩き潰そう。強行です。うわ、まだ3万とか出てる。やっぱ北条すげえな。おっと、どっから出てきたの君。はい。かわいそうだな。カマセイヌだったか。うちのカマセいなくなったんだよな。使いの者が来たよ。お、北条はちゃんと分かってるな。米を渡そうとしてくる。どうだろうか。一回やめてもいい気はするけど、でもせっかくここまで叩けてるからな。もうちょっと戦ってみよっか。よし、ニラ山お疲れ様ですだな。下だ。出陣するぞ。ここはどうなるか、勝敗の行方が分かりません。さあやってこうか。さあ何で戦おうか今度は。はい、陣は、あ、向こう砦であるのか。あ、すごいすごい兵数差じゃないか。なるほどね。しかも本陣でかいな。2300人いるね。普通に無行陣でいいな。しかも信玄の兵隊が少ねえ。向こうでもなんかこんな割り振ってたら、そうだよね、150人部隊がいるから、そこに味方当てよう。これ負けるかもな。しかも150人部隊すごい前に放置されてる。あ、これあれだね、本陣強襲隊がいる戦法じゃないか。こいつが本陣強襲してくるんじゃない。とりあえず一旦だけちょっと兵数回復するか。気休め程度だけど。あとは砦なんだよな。よしよし、向こうは攻めてきてるぞ。この150人部隊をしっかりやっていけば勝てるんだ。あ、先にここの森取っときゃよかったな。失敗したな。兵数回復してる場合じゃなかったわ。こっちに回ろう。よし、来てるぞ来てるぞ。いいな、杉浦源にいい仕事してるよ。お、来た来た。あ、ちょっと人数多いやつ来たな。よし、単王陣みたいになってるな。あ、杉浦源にすごいやる気満々じゃねえか。よっしゃ、めっちゃ強撃入ってるね。やっぱ砦すげえな。いや、勝負に負けても戦には勝つぞ。よし、騎馬突撃。よし、いいね。お、三河武士の意地いいね。よし、戦況もちょっと良くなってきたぞ。あ、奇襲されてる。まずい、これはまずい。一回、あ、でも一個砦で壊したところでなんだよな。足止めかけて、まあ、あんまり砦はね、焦らなくて大丈夫なはず。うん、こんなところだな。
うん、強撃ががっつり入ってる。すごい三河魂。よし、これ落ちるな。うわー、5人だけ残ったなんということだ。よしよし、これで撤退だね。ここも撤退か。あ、いいねいいね、来たぞ来たぞ。よし、こっちも改装した。そのまま指揮を持っていけ。よし、杉浦源人行くんだ君も役に立ちなさい。で、一回ちょっと下がってこっち見た方がいい。絶対そう、奇襲される。あ、見つけたね。よしよし、オッケーオッケー。あ、また階層出たぞ。よし、行け。うん、もう少しだな、こっちも。よーし、撤退入った。こりゃ勝ちだな。さあ、あとは総大将がここにいるので突撃。めっちゃ強撃入ってるな。よし、あれあれ、まだか。あ、改装したよ。よしよし、勝った勝った。よーし、楽勝五分を持って上楽勝だったな。これでよい。さあ、あとはこの秀吉隊の戦争だけだね。えいえい、おー、まだ出るんだ。1万8000人とかすげえな、こいつら。江戸城落とすか。これな、1万8000人でこっち2万3000人で当たれるね。で、領地も分断できると。うん、ここはやっぱ戦わなきゃダメだね。あ、なんかすごい戦いづらそうな地形だ。うちはうちなんか兵隊のバランス悪いな。157人がいる。まあ向こうも同じような状況だけど、でこの宇治政の7330人がかなり足引っ張ってんじゃね、みんなの。さあ、陣形は、あ、すごい狭いな。狭いけどこれ正面で当たった方がいいな。無量陣で行こう。全速前進。どうだろうな。いやー、でも川が邪魔だな。多分北条若干攻めてくるから、ここだ。でも多分敵動かずにはいられないというか、 AI バカだから動いてくるから、この平地で待ち受けてれば大丈夫。もう少し待てば来る。粘りの仏教徒で行こう。やばいかなやばいかな。石膏部隊がなんか位置を教えてくれないとちょっと不安になってくるね。いや、でもここは粘りの本願寺で行くぞ。来ないかな、もしかして。めっちゃ兵数回復してるもんね。これはもしかして作戦負けなのでは。おお、あ、あ、全然動いてねえな、敵。壊しに行こう壊しに行こうおお、そう、おお、あ、来てるね来てるね。むしろこっちに目が向いてる。川渡らせたらこっちのもんだぞ。あれれあれれドヤ顔でここに陣構えててそのまま負けるとかないよなちょ、君偵察しに行こうか、川渡って。あ、あ、一人見えた見えた見えた。バカめ、あれバレてる。あ、やばい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 ぞこれあ、でもいいんじゃない、割といい感じになってきたぞ。掴ん
あ、太鼓持ちしてる。あ、もう勝った気で嫌がるあいつら。よし、奇襲入った。おあ、いいね、これ視界の外から行けるぞ。秀吉の部隊はまた隠れるんじゃないか。てかまだ見つかってないか、もしかして。あ、奇襲入った、奇襲入ったラッキーラッキー。よし、騎手入ってる、騎手入ってる。いいね、だいぶ盛り返してきたぞ。よし、回想させた。君逃げようか一回。そっちなんか強えのいっぱい来てるから撤退。お、奥義一戦やば、強そう。あ、臨戦入ったな、うまいなそれ。よし、いいね、いい感じに撤退できてる。おお、君危ないんだよな。一条さん、地平もう使っちゃうの。いいか、うん、命を惜しむな。あ、これやばい、さすがに負けるか。ちょっと最初式調子乗りすぎた感あるんだよな。一回引いて目くらましさせよう。そしたらもう一回奇襲いけるぞ。島津ってあの島津かな。やばい、回想するかな。踏ん張れ。よしよしよし、なんとか耐えた。あ、ダメだったか。さあ、あ、規制崩しいいね、がっつりやっとこう、やっとこう。でもだいぶ盛り返したぞ。え、な、逆に奇襲入ってるよし、回想させた。この71に落としたいけど逃げられたか。うちの71にやばくないかこれ。よしよし、いいぞいいぞ。君は、いや、突撃はしない方がおじさんいいと思うな。一回戻ろうか。で、秀吉がやばいのか。あー、改装したか秀吉、まずい。あ、でも奇襲入れてるけど、あ、こっちも改装してる。うわ、改装してる、ダメか。お味方総崩れかこれは。一回撤退して士気回復できないかな。ダメかな、逃げ切れないかな。回想してるな。あー、ダメだ、ダメだ、惜しかったな。でもいやー、なんか接戦したな。まあ被害兵数勝ってるからっていう言い訳だけしよっか、せっかくだし。くそー。あ、土井さん、父上が討ち取られた。え、嘘、討ち取られた人いるの。あ、そうか、土井さんがやられたってこと今の。というところで最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。あと Twitter の URL が概要欄に貼ってありますので、ぜひフォローお願いします。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。